こんにちはアマゾンシスサポータータ堀秀夫です、えー、オーストラリアへの輸出、まあ、オーストラリアはね、えー、ルールの上とか、まあ、仕事ぶりは結構緩いんですけど、まあ、生の肉とか、えー、税関、それらについては結構厳しいですで。ちょっと見かけたニュースでね、オーストラリアに生の豚肉を持って入ろうとしたベトナム人女性、強制送還ともう。没収とかじゃなくてね、 強制送還されているという例も出てきています。今月12日、今10月20日ですから、1週間8日前、豚肉 4.6kg、うずら以下、ペースト状の肉、生卵、ニンニクを手,の手荷物に入れたままシドニー航空に到着。未申告の食品の量が多かったため、罰金の支払いではなく強制送還を命じられたと。まあ、持ってきた人もね まあ見つかったら罰金でも払えばいいだろうぐらいの感じ軽い気持ちで言おうとしたんですけどまさか強制送還になるとは思ってなかったと思います、まあ、そんなわけでオーストラリア、ね、結構この生の肉野菜果物、ね、それらの、えー、税関チェックが厳しい免税チェックじゃなくて、えー、検疫検査が厳しいんでね NG 商品甘く見ずに NG 商品かどうか迷ったらね相談して NG でないというのを確認してから出品してください この肉とか野菜、果物なんかに関してはオーストラリア、緩い国だから緩いだろうと舐めてかかると結構痛みい目にあります。まあ確認、ご質問はお気軽にチャットワークでお寄せください。以上、アマゾンサポーター堀秀夫でした。